ドラゴンクエスト4導かれし者たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ドラゴンクエスト4ファイナルパートやっていきたいと思います。エビルプリスト、む、お、お前はデスピサロか。ほう、その子はすべてを悟ったようだな。いかにもその通り。ロザリーを亡き者にし、お前の自滅を誘ったのはこの私だ。わっはっは、この私が憎いか。しかし、あれほど蔑んでた人間と手を組むとはもはや恥も極まったな。どちらにせよ、もう遅いわ。デスピサロよ、お前の時代は終わったのだ。見せてやろう、進化の究極を極めたこの私の新たなる姿。こんな格好だったんですね、初期は。さあ、どんな姿になるのか。あら、意外と可愛らしい。呪うがいい。真の王者と同じ時代に生まれ落ちた己の不幸を。さあ、本当に裏ボスの裏ボス。ドラクエ4のみですよね、裏ボスのさらに後ろにボスがいるって。あ、マーニャのままになっちゃったか。これまずいかな。馬車で入れ替えられるかなって思ったんですけど、ダメでしたね。するとできることをやっていかなきゃいけないですね。全く情報がないんで、ゴリゴリ攻めてもいいとは思うんだけど、まあ、あえてここでね、一旦目でパルプンテを放っていくあたりね。やべ、宿屋止まってない。大丈夫かな。スクルトって撃てたっけ？スクルトはないか。じゃあ回復していくしかないんだな。じゃあまあ、バイキル取って、ルカに行ってみますか。まあ、パルプンテでね。楽しんでいこうじゃないかと。あ！みんなでドラゴンになっちゃった。あ、なるほどね。こういうパターンもあるよね。これ死ぬ可能性あるな。これずっと激しい炎を打ち続ける動画になりそう。お、通常攻撃もあると。マーニャが激しい炎を吐いたってなんか想像できないけど。ドラゴンになってます。ドラゴンになってます。これはドラゴラムとしての効果だとすれば、凍てつく波動の効果で元に戻るか。さあ、どうなんでしょうか。あ、戻った。戻っちゃった。もう一回パルプテやりてー。もう一回やりてー。もう一回やりてー。くそー。ただちょっと絵的にね、もう、おふざけするなっていうコメントも来そうなんで。攻めます。ルカニを打ちます。お、いいねー。ただ本当なら2回目にね、2回目の攻撃の方で会心が出るとすごい助かるんですよ。ルカニで下がるか。ルカーリー、何も、うん、そっか。凍てつく波動で行動が終わっちゃってんだよね。これちょっと通常攻撃に戻しますか。で、バイキル取ってもらって、ルカーリーで。これもしかしたらずっと凍てつく、あ、ルカに効かないのか。あーなんだ、デスピサロと同じような系、あれなんですね。腕が生えちゃうんですね。足が生えて、胴体も生えてくるやつなんですね、これね。くっそ、デスピサロかっこピッ、エベルプリーストかっこピッコロだよね、これ。まあ、いいって、そういうのは。あ、でも、ナイス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 。いいよいいよ。一気に出てくれた方がいい。バババッとね、出てきてほしいです、正直。正直、バババッと出てきてほしいです。ルカに、聞くパターンか？あ、聞くパターンですね。了解了解。巨大な足で踏みつけてきた。そうですね。スクルトが打てないのは痛いな。で、ソロの MP が、寝てこなかったんで、まあなんか縛りプレイみたいになってきていると。まあ、ここら辺が今後楽しみなところですね。ルカにさすがに2回はないでしょう。メラゾーマできます。効くねー。まあ、最大ヒットポイント約5000くらいかな。まあ、エッグ&チキーラを合わせたぐらいだと思うんできっと。まあ、プラスアルファで6000くらいかな。そうですねー。フバハム打てないと、これは確かに苦戦しそうだ。次のターンは一旦回復に回ってもらうかな。リホマズンがあと6回打てるのか。6回か。どうかな。まあ、なんとかなるでしょう。6回打てれば。6回打てればなんとかなると思うよ。
まあ、最悪ピサロで回復するっていう手もあるんで、ベホマラかなんか覚えてたはずなんでね。まあ、圧倒的レベルの前に、完膚なきまでに倒したかったけど、そっか、馬車連れてこれなかったか。さあ、出ました。顔が生えた。あ、でもまだ目閉じてますね。来た。角が赤い、今回は。出た。膝、これ、転んだ時、自分で痛い思いしそうだな。おわー、なんか、たぎってきましたね、こちらもね。さあ、行くぞ。あ、またベホマーズに打ち直し？はい、打ち直し。攻撃、攻撃。もう一回ルカに打っていこうか。じゃあ目の前でなんか虫が飛び出したんだけど。ピサロが進化したと同時に、自分の部屋でなんか虫が湧いたんだけど、勘弁してください。うわ、おー、強い。なんか4回ぐらい攻撃してきそうな見た目してるよな、こいつ。攻撃、攻撃、攻撃、メラゾウ。ルカ、メラゾマ。あー、そこかわされんの痛いな。ピサロ400くらい食らわせられるんで、ピサロの攻撃は絶対当てたいですね。ほう。あー、効くね。一番後ろに攻撃かけられるってすごいな。だいたいそのソロアリーナあたりに攻撃がやっぱり、集中しやすいそうですよ。前の方に。そう、パーティーの前の方に。おい！パーティーの前の方にダメージってこう集中しやすいらしいですよ、やっぱり。ここでいて、つか波動が来たか。ルカニーの効果は消えないんだよね。ここでベホマーズのうち攻撃、バイキルと、狙うゾーマン。お？倒したか？いや、違う。弱体化してる。究極進化、カッコワラなんだ、これ。究極進化、カッコワラだ、これ。いけるぞ。バイキルとかかった、次、ピサロを狙うぞ、あ。もう明らかに弱体化してるもんね、これね。もうカラーリング的に腐ってってるもんな。ただ、ルカニの効果は消えてた。さあ、完全回復。来ました。輝く息。上下両方の口から、とても臭そうな息が。凍てつく波動。まあ正直凍てつく波動で一回行動が終わってくれるのはめちゃめちゃ助かるんですよね、実は。ドラクエの世界では。バイキルと、もう一回ルカに行ってみましょうか。多分進化っていうか、携帯が変わってるんでおそらく差がある。思った通り。アリーナもありがたいことに2回目に会心が出てくれましたね、ちゃんとね。現状アリーナはレベル99なんで、約3回に1回の確率、33% の確率で、会心の一撃が出るようになってます。はい。だからかなり高確率で会心が出ますね。アリーナどうしよう。まあ、ザオリクできるんで、ピサロで。ここは攻めましょうか。攻撃、攻撃、攻撃。どこまでバイキルト撃ったか忘れちゃった。まだアリーナだけだったかな。まあ、ピサロにも撃っとこうか。正解ですね。うん。ピサロにはまだかかってなかったらしい。メラゾーマと。さあ、結構食らわせてきましたけどね、なかなかしぶといですね、やっぱり。やっぱり裏ボスの裏ボスってだけあって、なかなかやりよるな。お、一回ですんだね。ベホマーズ撃っておきましょう。攻撃、攻撃、メラゾーマ。ヒットポイントに身を任せて、ひたすら攻撃し続けます。負けないよ。負けない。絶対負けない。うわ、268意外と効かないな。もう一回ルカに打ってみようか。400くらいはいくと思うんだよな。うわ、マーニャまずいな。これベホマ打っとくべきか。別にマーニャ落ちちゃってもいいんだけど。下がるか、どうだろう。一回までなのかに、あ、二回下げられるね。これはいい情報をお見せできたんじゃないか。いくぞ、攻撃、攻撃、攻撃。メラゾーマ。これは効くでしょう。うわ、効くっしょ、これは。毎回約800から900くらいのダメージ量でしょ。これ相当効いてるよね。うわ、
やーでもしぶといなー、やっぱ裏ボスの裏ボスって言われるだけあるな。あー、息2連続はきつい。こいつは強い。マーニャにベホマ打っといて正解っちゃ正解だったか。さっ！やりました、エベルプリスト撃破。あー、強かったなー。我こそは世界を支配する魔族のエベルプリストだ。残念、進化の秘宝、かっこ、わらでしたね。もう、笑いじゃなくて、わらの方になっちゃったね。よーし、勝ったどこからか不思議な声が聞こえる。ソルよ、戻りなさい。我が天空の城へ。撃破ということで、裏の裏までやり尽くしましたので、今回はじゃないね、ドラゴンクエスト4の実況をこれにて完結とさせていただきたいと思います。いやー、長かったですね。パート56くらいですか。本当に長いこと。多分すべてを見てくださった方もね、いらっしゃると思うんで、本当に感謝申し上げます。これどっから出るんだろう。どっから？はい。今回が最終回となります。パート1から最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。たくさんのコメント、評価、本当に感謝しています。実はですね、このドラゴンクエスト4を、YouTube、基本自分は YouTube で動画をね、投稿してるわけなんですけども。まぁ、ちょっと自分の戒めというか、まぁ、自分が調子乗らないためにもね、ニコ動の方にもね、動画を、全く同じものを、上げさせていただきました。でですね、うん。まあ、思った通りというか、うん。自分の予想してた通りのね、反応っていうか、まあ、その、リアクション、まあ、リアクションがなかったんですよね。まあ、全然予想してた結果で、まあ、何が言いたいかというですね、調子に乗らないと。調子に乗るな、俺と。自分のその実況は、うん。その、自分が主体なんじゃなくて、このゲームが主体なんだっていうことを、改めてね、自分にこう、言い聞かせるためにね。そう。それを、身に染みるためにも、うん、ニコ動の方にあげてね。はい。まあ、そういうことでありますはい。そういうこと？どういうことかよくわかりませんが。うん。これからもね。まあ、自分をこう、見せていくっていうことももちろん大事なことだと思うんですがね。個性を出していくっていうのが大事だと思うんですが、まあ、それも、もちろん考慮しつつ、何よりゲームを大切にしていく。ゲーム実況の、うん、本質って言ったらよくわかりませんが、難しいとこなんですけどね。まあ、自分のその、考えを、ちゃんと、逸脱しないようにね。自分の今までのスタイルを忘れないように、やっていく。ことをこれからも心がけたいなと思っております。はい、綺麗に話がまとまっているかどうかよくわからないけど、そうですね。ではいつも通りの今までの締め方でいきましょう。いつもねこの実況動画を完了、終了、その区切りのいいところでいつも言わせていただいていることなんですけども、皆さんに対するお願いですね。はい、ぜひね、この実況プレイ動画を見て、もうそれで完結してほしくないんだと。ぜひ、ゲームを購入してね、自分でプレイしていただきたいなと、自分はいつも申し上げています。はい。まあ、その、実況がグレーゾーンって言われている代物なのでね。最近ですと、その、公式生放送ができて、で、あるいは企業側から、その、ここまでなら、実況プレイ動画出してもいいですよとか、そういうその全くもってホワイトなものも出てきてるんですが、やはり基本的なその実況プレイ動画っていうのはグレーゾーンに属するわけですね。まあそのグレーゾーンならではの、ではどうすればいいかっていう考え方なんですけど、うん。ただね、その自分のこの言ってることが申し上げてることが正解とは言えませんが、ただ皆さんに一つ絶対お願いしたい。まあそれを約束っていうわけではないんで、ただ自分が申し上げたいだけなんですけども、ぜひ購入して、ゲームを購入して、遊んでいただきたいなと
この動画を見て少しでも楽しいと思っていただけたのであれば、うん、購入してプレイしていただきたいなと、それを切に願っています。はい、そうですね、うん、これを絶対言おうと毎回言っているんですけどね、うん、言えたんでもう心残りはないかな。はい、ドラゴンクエスト4導かれし者たち、ストーリークリア、意味の持ち完全クリアとは言えませんが、まあ一つの裏のステージを見せることができました。小さなメダルもクリア、裏ボスも倒しました、全部倒しました、全8回かな、計8回倒せました。でもって裏ボスの裏ボスもクリアということで、もうドラゴンクエスト4でできることは、まあレベルを全部完走させるくらいか。まあそれは今回のそのいくつかのうちに入らないと思うんでね、もう完全クリアということで、これにてドラゴンクエスト4の実況を終了させていただきたいなと思います。先ほども申し上げましたが、パート1からこのパート最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございました。これからもね、他の実況どんどん更新していきますので、ぜひ自分の動画見ていただけたらなと、他の動画も見ていただけたらなと思います。をセリフで締めさせていただきたいなと思います。それでは皆さん、またいつかどっかで、バイバイ。